今手でやってもアンダーの方とかめちゃくちゃずれにくい、よりお胸のボリュームをカバーしてくれるかなって期待感がめちゃくちゃある。こんにちは、あやこです。今回ご紹介するブラジャーはヘブンジャパンさんの元祖脇肉キャッチャーバージョン2になります。ランジェリー好きの方だと一度はもう目にしたことあるかと思うんですけれども、なんといってもヘブンジャパンさんってサイズ展開がめちゃくちゃ豊富なので、特に巨乳さんも気になってる方多いんじゃないかなと思います。オンラインコミュニティグラマーズルームでもとある方がもうヘブンジャパンさんめちゃくちゃリピートしてますとか、やっぱりこう巨乳さんの中ではヘブンジャパンさんの話題ってかなり出ることが多いんですね。今回ご紹介する元祖脇肉キャッチャーバージョン2に関しても計の90まで扱いがあって、しかもなんとこの春ですね、もう新色が出たってツイッターでも結構ザワザワザワってなったんですけども、めちゃくちゃ可愛いのできっと欲しいなとか、どうなんだろうなってね思って悩んでる方多いかなと思います。新色はまだゲットできてはないんですけれども、もともとこの元祖脇肉キャッチャーですね使っていたので、改めてこの魅力に迫っていきたいなと思います。でこちらの動画では元祖脇肉キャッチャーの機能とかポイントにまず触れた後に、このバージョン2の方ですね、どういったバージョンアップされたのかっていうところをお伝えします。そしてやっぱ気になる、皆様が本当に気になるサイズ感っていうのを実際に試着をしながらお見せしていきたいと思います。サイズ感に関してはすごくやっぱり体に合うサイズブラジャーをつけるって大事だと思うんですけれども、このブラジャーのサイズ選びのポイント、私が口を大きくして言いたいことがありますので、ぜひですね動画最後まで見ていただいて、もう悩みとか疑問とかを払拭した状態で欲しいなって思った方は手に取っていただきたいなと思いますので、ぜひ動画を参考にしてください。はい、ではまずこちらの元祖脇肉キャッチャーバージョン2の特徴とポイントですね、をざっとお伝えしていきたいと思います。まず何といっても人気の理由っていうのがシルエットの美しさ、そしてホールド力、あとはもうサイズ展開ですね。この3つ、これは私自身も思うし、ホームページ見てももうそれを歌っております。このシルエット力っていうところで、このね脇肉とかサイド部分とかも背中のお肉っていうのをこうもう漏れなくすっきり見せるようなバストの構造になっております。こんな感じでいろいろ特徴っていうのがあって、後で実際に着用をするんですけれども、すごくこの谷間のラインというかデコルテラインが本当に変わります。正直変わりすぎちゃって、お洋服着た時に違いもあったらちょっとお見せするんですけれども、本当に変わるので、そこはめちゃくちゃ驚きなポイントです。谷間メイク、この辺がふっくらしたりとか、やっぱバストの位置が上がるってだけじゃなくて、お胸が大きい方ってボリュームが多いので、こう単純につけるとこうボテッとした印象になっちゃうんですけれども、しっかりお肉を上に上げるというかバスト位置を上げてすっきり見せる印象になっております。シルエット力っていうのはこの辺のすっきりさとかデコルテラインのふっくらさでやっぱちょっと変わってくるなっていうのが印象です。で2つ目のこのホールド力ってところは、さっきのシルエットすっきりにもちょっと似てるんですけれども、やっぱすごい細かくですね、下着専門店だからできるこだわりというか散りばめられております。ちょっとゆったりめのブラジャーとは違って、この元祖脇肉キャッチャーは結構やっぱしっかりのフィット感とかホールド感っていうのは強いです。で私基本的にブラジャーってこう1日つけるじゃないですか。その時にトイレに行くたびに位置をね直すんですよ。っていうのも正しいサイズのブラジャーを正しい位置につけるっていうのはこう美乳作りのためには必要ですよっていう風に聞いてるので、ブラジャーの位置っていうのをこまめに直すようにはしてるんですけども、ヘブンジャパンさんの特徴とも言えるんですけど、特にこの元祖脇肉キャッチャーに関してはフィット感ホールド力が本当にすごい、ピタって感じです。パワーネットもそうなんですけど、かなりしっかりしててピタってするので、日常動作で起こるようなこうズレっていうのが起こりにくかったです。なので手直しする回数が一段と減った。でズレやすいブラジャーってやっぱどんどん下に下がってきてしまったりするんですね。でやっぱこのバージスラインにしっかり本当このブラをね持ってこなくちゃいけないんですけど、新しいブラジャーといえどやっぱりね、こうずれてきてしまうので、それがどんどんこうずれてきちゃうとかなりやっぱ体に対しての負担、苦しさっていうのも私はあるので、このブラジャーつけた時に
私が持っていきたいブラジャーの位置にピタッと止まってくれるっていうのがもう素晴らしいと思いました。人気の理由の3つ目がサイズ展開なんですけど、これはもうポンと今ですねサイズ表をお出ししてますが、かなりの幅広いサイズ展開になっております。確かこう K カップだとしても値段変わらなかったんじゃないかなと思うんですけれども、本当にかなりの幅広いサイズ展開なので、ブラジャー選びに悩んでる巨乳さんっていうのにはもう朗報っていうか、もうめちゃくちゃありがたいアイテムだなと思います。続いての解説ポイントがどこがバージョンアップしたのかっていうところですね。これはホームページにも載ってるのでさらっと私の口からお伝えさせていただくと、まず一つ目がしっかりとしたつけ心地はそのままにして肌当たりが優しくなったようです。これはつけてみなきゃわからないところはあるんですけれども、カップ部分は優しい面の感じですね。で、この内側のテープとあとこのボーンが入っている多分生地感かな、これちょっとなんかソフトな感じ、ホワホワしてる生地感になっております。続いてのバージョンアップのポイントがサイドパネルを内蔵してデザイン性がアップされたってことで、ちょっと見た感じだと分かりにくいんですけど、このサイドパネルですねが入っております。とくちゃくちゃなっちゃった。サイドパネル入れることでグググッとねこうカバーしてくれるイメージかなと思います。プラス4枚はぎのカップになってるようです。私的には4枚はぎのブラってボリュームある方におすすめなのかなと思うんですね。というのも4枚はぎにすることによってよりこう立体的にこうバストに、ね、沿っていけるのかなっていうところですね。なので巨乳さん、特にお胸のボリュームが大きい巨乳さん向けのブラだと4枚はぎっていうのはすごくいいなっていうかポイント高いなってところです。 3D ワイヤー、ワイヤーの部分がちゃんとこうバストに沿うように来るんですけれども、やっぱかなりのフィット感ではあるんですけれども、この 3D ワイヤーにしたことによって谷間部分が痛くなりにくくてこうバストの、ね、輪郭に合いやすくなっているようです。で最後ですね、バージョンポイントがこの幅広のストラップ、ストラップの部分も結構しっかりしてて、表面と肌にねつく部分が若干違ってるんですよ。でこのストラップの可動域がかなり広くなったっていうのと、幅広になったことでお胸をグッとこう持ち上げても肩への負担を軽減してくれるようです。本題のサイズ感っていうところで実際の着用感、見え方であったりとか着心地感っていうのをお伝えしていきたいと思います。絶対にこのサイズ感だけは失敗してほしくないので、ぜひですね動画最後まで見てください。はい、元祖分け肉キャッチャーバージョン2ですね。こちら着用したらこんな感じです。私のサイズ表はですこちらになります。で今回ヘブンジャパンの元祖分け肉キャッチャーバージョン2、ちょっと長いねに関しては H の65サイズを着用しております。こちらですねヘブンジャパンのサイズ表をお出ししておくんですが、で見ていただいたら分かるようにこちらのサイズ感私にはちょっと小さくなっております。はい、っていうのもこちらのアイテムなんですが、ワンスカップちょっと大きくして買うことを推奨されているんですね。で私もともと G の65が一番合うと思ってたので H の65っていうのをオーダーしてみたんですが、まあやっぱいろんなブラジャーをつけたりとか勉強したりとか、またランジェリーメーカーの方に直接お話伺う機会も増えてたので、そこで気づいたのが私の胸は G の65ではなく H の65とか H の70とかも I の65の方が適正だなっていう風になっております。なので今つけてるサイズ感は通常のブラジャーと同じようなサイズで選んだ時の見え方だと思ってください。今着ているブラジャーのサイズと同じカップサイズ着るとこのブラジャーってかなりのホールド力とかしっかりした作りフィット感になっております。なのでこの辺からピタッとくっつけてグググッと上げてるイメージですね。この辺りとかもキュッと、なのでかなりこう谷間もう分かるかな、多分ちょうど光の加減で分かりやすいと思うんですけど結構ふっくらできております。もし私がこれを次新色買おうとしたらこのサイズ表から見ると H の70もしくは I の65なので、 I の70かおそらく J の65あたりが合うんじゃないかなと
思います。なので必ず自分のこのサイズ表とね見比べて、しかも脇肉なしありで選べるので見てみてください。ただもうめちゃくちゃシルエット綺麗。やっぱりね、私も30代なので、なんかやっぱ年々ここら辺の袖感っていうか、下垂もそうなんですけれども、ボリュームあれば落ちやすいし、いくらまだちょっと授乳経験がないといえど、そこのね、ここの加水とかこのそげ感っていうのが結構ちょっと気になりつつもあるんですけども、このブラシ開けるとそれが全く気にならない、ふっくらなってるのでいいポイントだなと思います。結構やっぱフィット感が強いので、ちょっと悩んだ時は大きいサイズの方が私は無難かなというふうに思いました。で、お洋服着た時のシルエットの違いっていうのも面白いのでちょっとお見せします。かなりシルエットすっきり変わってくるのかなとか、トップの位置が変わってくるのかなと思います。バストがやっぱふっくらこう谷間がこうできちゃうので、あまりにもここがね開いてるお洋服着ちゃうと、言葉を選ばずに言うともっこりが見えるって感じですね。なのでそれが気になる方であったりとか、ちょっとやっぱこうしっかりしたフィット感っていうのが苦手な方に関してはちょっと不向きなのかなと思います。カラーなんですけれども、もともと5色あって、私はボルドーを持ってたんですが、この度新色がね出てね、もうどれも春カラーでめっちゃ可愛いので、もう特に私はクリームイエローめっちゃ可愛いなと思って、サイズをね、ちょっと違うのも試してみたいので、ちょっと選んでみようかなと思っております。もしサイズが合わなかった場合っていうのは交換とか返品可能になっておりますので、まずはサイズ表を見て これだなって思うのを頼んでみて、一旦ね注文した後に変更も可能なので、そこは本当にヘブンジャパンさんなんていうかな、すごく心に寄り添ったサービスだと思いますので、そういうのも使いながら自分により合うブラジャーを見つけていただければなと思います。ちょっとバージョンアップをしたってところのポイントで言っていくと、旗当たりっていうところで、もちろんフィット感とかはすごいんですが、着心地感としてはここのサイドから横ベルト、そして後ろにかけても全体的なもうフィット感、なんか自分の一部になったみたいな感じ、ピタッとしてるイメージなのと、あとここですね、この辺のピッとなってる感覚があるなと思います。で、私ちょっとねサイズがちっちゃかったっていうのもあるので、若干出てきてしまってはいるんですが、かなりの脇高ですねになっております。もっとカップサイズがね大きくなると、よりお胸のボリュームもカバーしてくれるかなっていう期待感がめちゃくちゃある。ストラップの内側とか、あとこのカップのちょうどこの辺りとか、あとこのテープの部分っていうんですかね、がなんかやっぱそのこうフィット止まる感じが強いなって思いました。なのでこう結構フィット感っていうのもそうなんですけど、ポイントポイントでしっかり肌と密着して抑えるみたいな感覚かなと思います。本当にこうやって動いた時に結構ブラがこうやってずれたりするんですけど、今手でやってもずれに、もちろんこうお胸は揺れます、お胸部分はちょっと揺れるかもしれないんですけど、このアンダーの部分とかめちゃくちゃずれにくいっていう、なんかこの固定感というか位置キープっていうのがすごいなと思いました。今ねやっぱゆったり系のブラジャーも多いし、私も結構好きなので、もちろん家で過ごす時とかは使ったりはしてるんですけれども、やっぱりこうね綺麗にお胸の形を作ってくれるっていうのはメニュー作りでは本当大事だなって思います。でやっぱおうち時間でずっとこう柔らかいブラジャーばっかり使っちゃうと、もちろん着心地は楽なんですけれども、やっぱねお胸、よく私が言う例えでお胸はパン生地みたいな、柔らかいパン生地をお胸によく私も例えるんですけど、やっぱ綺麗にこう成形形を整えてあげるとその形でなるじゃないですか。そんな感覚なのかなと思って、でやっぱりこう高さを上げるとか、こうしっかりした綺麗なシルエットを作るっていうのはお胸にちょっとこのシルエットで記憶してねみたいなのを教え込んでる感覚になれるかなって、何言ってんねんって感じですけど思います。なので本当に使い分けかなと、ブラジャーに関しては使い分け、綺麗に見せてビシッとしたい時はこういったブラジャーをつける、ゆったりする時はゆったりめのブラジャーをつけるっていうのがポイントなのかなと思います。
はい、試着レビュー参考になりましたでしょうか。ぜひですね、やっぱりすごくサイズ展開も多いし、いろんなデザインも可愛いし、色味もあるしっていうところで、気になる方っていうのは一度は試していただきたいなと思うんですけれども、やっぱりサイズ選びってすごく重要なので、今日私は実寸サイズと合うサイズ感でお店はしてるんですが、やっぱねちょっとねちっちゃかったので、そういったのも含めて、あとサイズ表も含めて、これじゃないかっていうのをね目星つけていただけるとすごく嬉しいです。私もねこの元祖脇肉キャッチャーの情報をお届けするにあたって、ホームページでもう一回ちょっと情報っていうのを見てたんですけれども、3月中だとブラショーツのセットを2セット以上買うと 20% ディスカウントっていうのを書いてて、詳しくはホームページ見ていただきたいんですけれども、そういったサービスがあるので、そういったタイミングで、あとはねセールとかタイミングで気になる方は買ってみてください。プラス私もう一個このドントコイブラをまだレビューしてないので、このフルカップのサイズですね、こちらもまた後々レビューをしてみたいと思うし、あとねこういったこうヘブンジャパンの中でもいっぱいブラジャーあるので、比較っていうのもね、動画作っていけたらなと思っております。ぜひ楽しみにしててください。動画が参考になった方はぜひいいねと、そしてチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。じゃあまたねー。